最終回のシーンとか強烈に親父とかがたまに見る感じを横で見てるとか、そんな感じだったのが、最終回のそのシーンだけはその死ぬっていうことがどういうことか分かんないので、ね、4歳の子供には。なのでなんかこう風邪ひいてんじゃないかなこの人って、こう咳き込むじゃないですか、血をこう刺されて、はいはい、だお母さんこの人風邪ひいてんのみたいな、そういう、まあ、認識だったんですけど。まあ、ちなみに今は普通の喋り、自分の喋り方です。それちょっと意識してる。まあ意識も多少入ってるんでしょうけど、まあ地声はこんな感じです。あ、地声からさ、そんな感じなんですね。はい、ああ、でも私も今パッと見、真似されて意識されてるのかどっちかもちょっと分かんなかった。まあ多少意識は入ってます。まあでも割と普段からこんな感じですね。こんな感じなんですか。声は。それは染み付いたのかもしれません。それでこうやってるうち。まあそうですよね。はい、まあ、音楽自体は主題歌を必ず歌うじゃないですか、ドラマの場合。だからそこをそのドラマの主題歌になっているようなもの、ろくなもんじゃねえだったり、スーパースターだったり、はいはい、まあ、トンボシャボン玉ランとか、
はい、それぐらいしか最初は知らなくて、はい、なんかランの、歌詞があの頃一番声がしゃがれてる頃だったんで、はいはいはい、そのドラマのオープニングを何度聞き返しても歌詞の一部分が全然何言ってるのかわからなくて、それでうちの兄貴が CD を買ってきたんですね、初めて、あ、ランランを、それで、あ、これで、あ、2番も弾けるとかで、そっからですね、小学校3年生ぐらいからその CD を集め出して、え、アルバムとかも聞くようになったんですか？そうですね、他のそのドラマの主題歌のも聞きたいなっていうので初めて買ったのがあのライブ89っていうの、はいはい、ライブ版の、はい、ね、あれもうまずジャケットがかっこよくて、かっこいいですね、はい、あ、これいいなと思って、こう裏側見たらろくなもんじゃねえも入ってる、はいはい、あ、スーパースターも入ってる、あ、トンボも入ってる、あ、乾杯もしてる、10年間もしてるみたいなので最初それを買ったんですけど、アルバムは、はいはいはい、ただライブ版なんで聴いてみると、あれなんかドラマのやつとちょっと違うぞみたいな、ギターもほどなくしてですか？そうですね、小学校5年生の冬に、まあ、自分のお年玉とお小遣いを合わせて買いに行きましたね、一人で。その地元の、あの昔楽器屋さんというよりはこうレコード屋さんみたいな、はいはいはい、そこに、まあ、割と安価なギターが何本か並んでて、1万5000とか1万8000ですかね、1万8000、はい、ジャパン92の東京ドームのセンターステージ、あの弾き語りのライブ見て、あ、ギター1本っていうのはあんまり見たことなかったですね、はいはいはい、それまで、はいはいはい、なんで、あ、ギター1本でトンボとかできるんだとか、なんかそういう衝撃を受けて、あ、俺もギターやりたいなと思って、あの学校で使ってるあのハーモニカを純連歌を吹いてみるんですけど、全然違うんですよね俺、音がないなとかって、そうですね、うん、だから後にそれはね、普通 の, あのハーモニカとブルースハープとは違いがあるんだなってことを学んだりとか、うん、それでも初めて人前っていうか大きなところで弾いたのがあれですか、その全校集会っていうか、そうですね、中学2年の、なんか何年かに1回その体育館で、それもコピーバンドだったと思うんですけど、はいはいはい、ビートルズのコピーバンドで、フォーティーバックスとかっていう名前の大人4人ぐらいが、もうその体育館のステージも完璧にそのライブ仕様にして、なんか土曜日だったかな、その1日は授業全部潰して、全校生徒がそのライブを見るっていう、なんか催しがあったんですよ。その中で、その生徒の中からも有志で何曲か歌えるっていう、その前座みたいなもんですね、いわゆる。ああ、なるほど。一応それもオーディションがあって、先生がこうあの審査するんですよ。あまりにもあの聞けないような演奏だったらちょっとさせないっていうので、当時数学の厳しい先生がいたんですけど、はい、あのいつも勉強しろ勉強しろって、僕宿題もやっていかないような子だったんで、口酸っぱく言われてたような人がちょうどたまたまその審査員だったんですね、オーディション。で僕が1曲歌ったらば、もうお前はいい、数学やらなくてって言って、あ、うん、才能をもうなんか認められたって、君は自分の好きなこの道で行けばみたいな、なんかそう言ってもらえたことがちょっと自信になったかもしれない。それは何弾いたんですか？その時の新曲で指切り弦満ですね。その曲をそのままステージでもやったってことですか？そうですね。それを大受けだった。まあ多分僕らの世代ってその剛ファンってあんまいなかったんですよね。ちょうど同級生に、同級生に、僕らの10個上の世代の、今40代半ばから50代ぐらいの方たちが、そんなもんだ、ちょうどそうですね、うん、やっぱりね、ライセンスとかトンボとかあの辺でがっつりこう若者が取り込まれた世代ですか、うん、それからやっぱり10年15年下なんで、僕なんかあんまり周りにはいなかったんで、生徒に受けてたかどうかは微妙なんですけど、あの保護者も来れたんですよ、そのライブに、ライブというか、だか保護者から強しコールが起こってましたね、一人二人。
それはやっぱりね、皆さんそのやっぱ初めてのステージって結構印象残るって言いますけど、はい、いかがですか？いやもうあのここにマイクがあって、はい、この10センチ15センチ先のマイクが怖くて仕方なかったですね。震えちゃって、まあ、そうですね、初めて800人ぐらいいるんですよ、全校生徒。それがいきなりって結構もうワクワクで歌詞も飛びそうな。そこから路上とかやってやるんです。それかもうその頃はやってたのかな。あ、そうなんですね。中学2年で金山駅で、はいはい、ストリートライブみたいな。中学2年、2年生ぐらいで。そうですね、早いです。まあ本当は出歩いちゃいけないですよね。まあ、そんな歩道されそうな感じで、歩道されそうな感じです。まあ、昔から背は高かった。で、はいはい、で老け顔だったんですよ、子供の頃とか。なんかおじさんによく見られてたんで、はいはいはい、あんまりその子供がこんな時間にいるっていう感じに見られなかったんでしょう。夜とかやってたんですか？夜ですね、8時とかそんな時間から終電ぐらいまでやってましたけど。それすごいですね。それでも長渕さんの歌を歌ってたんですか？そうですね、まあ、当時はまだオリジナルとかはなくて、長渕さんの歌を歌ってました。泊まるでしょ、結構泊まる人は泊まるじゃないですか。うーん、まあ結構ね、好きな人は多かったんで、ね、泊まってはくれましたけど、やっぱり怖いですね、それも。あの酔っ払いの客とか、そのうまく返せないじゃないですか、中学2年生くらいだと。あれやれとか言われて、あれやれこれやつ、お前うまいなとか言われるのは嬉しいですけど、なんか一人いたのが女の人で結構酔っ払ってる人で、はいはいはい、あなたトンボの歌詞の意味分かってんのとかって絡まれたりとかして、舌を出したのはね、長渕自身なのよとか言って、東京でこうあの蹴られて舌を出したのはトンボじゃなくて長渕自身、あなた分かってんのとかって言われて、嫌な客だなこれとか、なんでそんなこと言われなきゃいけないんだろうとか。そうか、そうか、でもそうなりますよね、どうしてもね。そう、でもそれを重ねて重ねてライブハウスとかも行くようになるんですか？そうですね、高校入る頃からはまあやっぱりアコースティックギターが好きだったんで、はい、山崎まさよしさんとか斎藤和義さんとか、それがその彼らが流行るような世代ちょうど感じ。まあそうですね、うん、そうか、そのぐらいですよね、うん、まあなんとなく聞き出して、はいはい、これは長渕さんの中にはない別のテクニックが入ってたりとか、まあそうですよね、ブルースのコードが入ってたりとかして、うん、なんだこれっていう、もうそれは最初できないんですよね、難しすぎちゃって。あ、どんどんのめり込んで、他の音楽も、まあ、その辺からちょっとそっちの、そうですね、机になって、だんだんそこでオリジナルの自分の歌も作りたいな、作り出して、まあ路上ライブは続けつつ、あのライブハウスに初めて出たりとかして。やっぱりずっと弾き語りなんですか？バンド組んだりってのはあんまりないんですか？ないですね。あ、そうなんですか。バンドやりたかった時期もあったんですけどね、でもどうしてもああいう、募集掲示板とかあるじゃないですか、はいはい、バンドメンバー募集、はい、まあ、昔はその雑誌のあれとかにも、バンドメンバー募集してますって書いてありますよね。あの島村楽器、パルコの島村楽器なんか行くと掲示板が本当にあって、そこにこう書いて貼っといて電話来るかなって待つんですけど、はい、その大体その好きなアーティストを書くところがあるんですね。みんなやっぱりルナシーとかラルク・アンシェルとかグレイとか、その当時書くんですけど、その分です、ね、僕だけやっぱ長渕剛って書くから誰も来ないんですよね。それこそだって小室とかが流行ってる時代ですもんね。そうですね、90年代とかもそうだったし、後半はそんな時代だったんで、オリジナルも長渕さんっぽくはなるんですけど、それは全く違うんですか？似ちゃいけないと思ってましたね。なんかあえて絶対こうな感じには作れないんで、自分自身が。だからそこは意識してましたね。なんかうーん、やっぱり長渕さんが好きでオリジナル作ってる人の作品とか聞くじゃないですか、その路上やってる人の中にもそういう人がいたりとか、そうするとやっぱうわー剛っぽくしてるなーがかっこよくないんですよ、それが。だから そこはやっぱり別物にしなきゃいけないってなんか意識がありましたね。じ
ゃあむしろちょっとあこれ似てるからやめようやめようやめようみたいな感じになる感じです。なんかあんまりこうその突っ込んだ歌詞とかは、あなんかね自分も そこまでの人生経験がないのに、はいはいはい、言えないしっていうのも、あって、どっちかっていうとああいう山崎正義さんとか。はいはいはい、こうちょっと日常を切り取ったような、なるほど、あこういうのだったらまだ歌えるなっていう、その、はい、世の中に喧嘩売るような感じはなかったはないですね。不満もなかったし無理に不満を歌うことはないんだってまさよしさんみたいに日常を切り取ればいいんだっていう、はいはい、なんかセロリが好きとか嫌いとかそういう、あそういうことでいいんだみたいな、確かに、うん、国会議事堂になんかしなくてもいい、しなくていいっていうそれはでもどうだったんですか、例えば路上でやってる名古屋さんの曲をコピーしてる時と自分のオリジナルをこうやってる時とっていう反応の差みたいなのがあるんですか。まあやっぱり名古屋さんの曲をやってる時のが止まりますよね。知ってますからね、知ってますし、でも なんとなくクオリティも良かったんだろうと思うんですけど、その止まった時に次自分の曲を入れるんですよね、こうさっとちょっとオリジナルの聴いてくださいって。それででもどっか行っちゃうと寂しいですよね。寂しいです。オリジナルが始まった途端になんかいなくなっちゃったり、まあでもその曲一曲待って次長渕やってって言われるのは今の曲の感想はっていう、そうかそうか、そうやっぱそういう葛藤というか、まあ、そういうのありますよね、まあしょうがないですよね。自分の曲は誰も知らないから。まあそれは最初はね、そういう曲なんですけど。ライブハウスなんか出ると、はい、まあ配って、アンケートくださいって言って、住所と名前書いてもらって、こう、はがきで次の、あの頃はそんなに SNS もまだなかったので、はい、あの、はがき送るんですよ。DM 送るんですよ、はいはい。そこに書いてやってびっくりしたのは、あの、声が若い時の長渕さんに似てますね、と。初期の頃の。って書かれたことはありましたね。バレちゃったいじめ出ちゃったそういう部分でなんかその 地の声がちょっと近いところはあったのかなとは思いますけど、声は、ね、特に南部さんとかも潰そうとして、ね、強い酒飲んだとか、まあ、いろいろ伝説的なことがある、はい、そういうのは真似してたんですか。いや潰そうとか、いやないですね。自然となんとなく、自然となんとなくですね。もうお酒飲むのは大好きなんで、あの飲み過ぎた次の日は、あ今日はガンジスがいい感じだなとかそうやって遊んでましたけど、ステージで自分の歌しか歌わない時代が10年ぐらい、20代の頃は続ったんで、なんかこう最初の目標というか、最初何がしたかったんだろうっていうのにぶち当たってです。29の時かな。なんかこんななんか苦しい思いして自分の曲作って評価もされない、はい、お客さんはつかない、はい、これは果たして楽しいのだろうかと、本当にこれがやりたかったんだろうか、俺は音楽が好きだったのか、はいはい、ギターが好きだったのか、あ違うなって思ったんですよ、はいはい、俺は長渕剛になりたかったよな最初っていう、そこだよなってなったんですよね。その29の時に、ああもう30になるんだったらこれちゃんと衣装とか一から揃えてちゃんとこうステージでやってみるのも面白いかもしれないと、まあ、それまではちょっとカバー1曲やりますとかって剛さんの曲やったりもありましたし、なんとなく、なんかこうハロウィンナイトとかあるんですよ、はいはいはい、そういう時にちょっとまあそれっぽい格好をして1曲だけやるとか余興みたいな、まあ受けは良かったんですけど、そうでしょうね、それをなんかちゃんとやってみたいなってある時、その29の時思って、はいはいはい、もう一からっていうか、その長渕ファンの友達もいなかったんで、その同級生で好きな人がいない。ああそうか、確かに世代的にそうですね、はい、今度10月にこういうことを名古屋でやるんですよって言って、全部ちょっとここからは遠いかもしれないけど来てくださいよとかって、全部の時代やりますからとかって、はいはいはい、まあ、そういう活動プラスやっぱり YouTube の力が大きかったですね。あ当時は結構 YouTube もそうか、2010年だったらある程度、もうある程度そうですね、そう YouTube で見たとか、あとは剛さんのライブ のライブ会場ですと路上ライブやったので、うん、
立ち会い横浜アリーナとか、はいはい、すごい人だかりになっちゃって見てる、結構クオリティが長い頃、うん、その芸術創造センターの10月の初めてのでかいライブが、はい、まあ、700人ぐらいの規模なんですけど、はいはい、それよりはいましたね、あの多分あ横浜アリーナの周りで路上に集まってきた方がむしろ人数が多いぐらい、うん、なんかもうあれ夢叶っちゃったんじゃないみたいな、その時点でこのパフォーマンスが好きっていうのが、はい、全年代にやっぱりあるんで、だったらもう全部やってしまえみたいな、うん、そこがでもね、モノマネされる方ってたくさんいたけど、うん、新しかったな、それがなんか一曲の中でいろんな年代でとかっていうのは、うん、まあ、結果的にはなんかっていう、ああの乾杯の、ね、4つのやつです、ね、そうそう、私もあれテレビで見た時にもすごいなと思いましたけど、はい、まあ、そういうやり方の人はあんまりいないというか、今まで見たことなかったんで、まあ、でもファンの方ならなんていうんですかね、何気なく あれだけ変わる人っていないじゃないですか容姿と歌い方と内容と、そうです、ね、なんでやらないんだろうっていうのはありましたよね、ずっと。なんで今しかやらないんだろう、みんなついていきたいんですかね、今の10年、20年前までみんなバンダナ巻いてたくせに、ね、急になんかやめちゃうって、別にいてもいいじゃない、そういう人がって。確かにそうですね、うん、みんなマッチョになってみたいな感じ。そう、なんかつまんないですよね、いろんな時代の人がいれば確かに結構面白いのになとか。そうですね、うん、だからまあ、タコさんやってるのはまたどっちかというと90年代みたいな。そうですね、完全に見た目も意識されてる、はい、そこはだからまあいいじゃないかっていう、辛い今とはちょっと違うけど、はい、自分でここが、でここが一番好きってわけでもないんですか、90年代は。でもやっぱり入り口がここだったんで、ああそう、思い入れが強いっていうのはありますね。それ自分で、ね、先ほどオリジナル20代作ってる時はまあ、はい、なかなか反響があって話でしたけど、やっぱ全然違ったんですか、ステージに立って歌ってる時のこの熱量っていうか、お客さん、いや全然違いますね、うん、なんかやっぱりナブさんのカバーやってる時のみんなの顔っていうか、はい、なんかもう受け入れられ方がまるで違うんですよねあのアンチみたいな人も中にはいるので、まあそうですよね、その気持ちは僕はよくわかるっていうか、自分もそういうね、テレビでモノマネされてる方とか見てる時に、違うなとか、どうしてもね、ちょっと荒探しじゃないですけど、したくなっちゃうじゃないですか、ファンであるばらで、ね、これ違うよって言いたくなっちゃうとこもあると思うんですけど、うん、俺はこの違いが分かるよっていうのを言いたいっていうか、言いたいっていうか、うんうん、だからそういう気持ちも分かるので、まあ、手抜かずに全部やろうっていう気持ちではやってきましたけど、マニアックな人多いですからね。いや多いと思いますけどね、だからやっぱすごいなと思いましたけどね、私も実際あの大阪城ホールの前で見て、はい、どんな感じなのかなと思ったけど、いやすごいなんか幸せな空間だなと思いましたね。そうですか。いやだって今歌わない歌を歌うじゃないですか、はい、コンサートで、はい、昔の歌い方でしかも、はい、それって本人にはリクエストできないし、まあ絶対に蹴飛ばされそうですね昔ばっかり言うなってそう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 、でも言えないけど本当はあの曲聴きたいなっていうのもみんなあるだろうし、まあ、もちろん、はい、それにね、すごいクオリティで田辺さん答えてるから、うん、すごいなんか幸せだっていうか、うん、だなと思って見てましたけどね、うん、空間が、うん、やっぱじゃあやっぱり聞いた人の目の輝きがやっぱそこに現れてるんでしょうね、やっぱでしょうね、これは、うん、自分の青春と重ねたりとかね、うん、あの時聴いてた、はい、それをリアルにこの目の前で 再現してくれるっていうのは、まあ、贅沢ですよ、確かあの頃聴いてた長渕がここにいるっていうのは、うん、いやそのお客さんなんかでも僕と10個も20個も違ったりする人の方が多いじゃないですか、うん、全然生きてきたその時代も違ければ聴、うん、いてた、ね、年代も違うのに、もうその歌を通してとか長渕さんのそのあれを通して、うんうん、もうなんか同級生のような感じになっちゃうんですよね、こう話とかしてると同じことを共有、時代は違うんですけど、はい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 、同じものを共有してきたので、うん、ああそうそうあの時そうだよねっていう話で、うん、なんかもう一気にもう昔から知ってる人たちみたいな、そういう親近感がグッと生まれる時はありますね、うん、クオリティを上げるために何かあえてこういうことしようとかっていうのはあんまり
意識的にも。そうですね。その仕草云々は多分自然と出るものだと思うんで、演奏のクオリティですね。そのギター1本でどうやってこのバンドの曲を再現しようかなとか、その全く同じようにやるのも一つ面白いことではあるんですけど、完コピっていうのは。だけども本人がやらないことっていうのは、ギター1本でこのバンドの曲どう再現するっていうところが、やっぱりギターが好きな部分があるので、アコースティックギター1本で果たしてこの、ね、成立しない曲ってあるじゃないですか。これどうやるっていうのを細かいフレーズ入れてみたりとか、まあ、剛さんが弾かない弾き方でやってみたりとか、そこはオリジナリティがある。まあおかげさまでやっぱりギターをやられてるファンの方たちはすごいねって、あの音も入れてるんだとか、ドラムが聞こえたよとか、ピアノの音聞こえてきたよとか、そこはこだわりなほうなんですか。まだあれですよね、お会いしたことはあるんですか。ないです。本人とないです。ないです。ないですか。はい。評価みたいなのはなんか気にはならないですか。自分がやってることやどう思ってるのか。それだけ有名な。それは気にはなりますけど、ね、でもなかなか聞けない。まあそのたやすく会える人じゃないですか、ね。まあそうですよね。たやすく会えないからいいっていうのはありますけど。でもいや、まあいろいろ YouTube とかそういうこういう活動とかやられてても、なんか。ナブさんのサイドからやめてくれっていうのもないんですよ。はないですね、今のところ。はい。あの剛さんってその昔を振り返らない人じゃないですか。はいはいはい。だってあんまりいい気はしてないんじゃないかなってどっかで思うんですお前いつまでその格好してんだよとか。ああ、そうかそうか。どう思われてるのかわかんないですけど、それは目標ではないんですよ。活動の中で本人と会いたいっていうのは別に目標というか、やっぱりこういうことをさせてもらってってる以上、はい、いつかはちゃんとご挨拶したいなっていう気持ちはあるんです。あります。これはあの拓也長渕としてはそう思います。だ佐藤拓也個人としてファン一ファンの僕としては、はい、いやもうそんな恐れ多くては会えませんっていうのが、あ、なんかこの2つのなんかせめぎ合いというか、せめぎ合っても会えるわけじゃないんですけど、面白いですね。うん、まあ、なるべくしていつかそういう機会をね、いただけたらちゃんとご挨拶はしたいなと。なるほど。